はい、それでは全日本 SP 選手権第18戦 F3N クラス、17戦についての連勝という形になりました花島レーシング元島選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日に続いての完勝と言っていいかなと思いますが、どんなレースだったでしょうか。まあ、はい、レースに関しては自分で特に大きなミスもなかったですし、しっかりいい仕事ができたんじゃないかなと思います。後ろからいわゆる J コー車両、速い車が追い上げてくる中で、先に生かしつつかわしつつという中での澤田選手が後ろにいるという状態で中盤までずっと行ってたと思いますけども、その時どういうことを考えました。今週に入って澤田選手、僕本当今週に入って澤田選手が参戦することを知ったんですけど、もちろん現役のドライバーなので速いことももちろん分かってましたし、でフリーから実力は分かってたので、今回僕が、そうですね、澤田選手と差をつけれるところといえば今までのレース経験で、例えば予選だったり予選の一発の出し方だったり、そういうのを研究して、経験でカバーできたのかなと。で、決勝に関してもやっぱり、そうですね、Cクラスと混走っていう難しい中で、澤田選手はちょっとやっぱりね、あまりいい場所じゃないところで Cクラスに飲まれちゃったんで、僕はそこをうまく抑えて、ホームストレートのロスがないところでCクラスを行かせることができたので、そこが差になっちゃうのかなと思うんですけど、澤田選手も、結果見ても分かる通りタイムはすごい速いドライバーなので、今後経験積んでくると油断できないドライバーかなと思います。これで初めての F3 のレースウィーク終わったわけですけども、どんな週末になりましたか。何度も言うように僕は本当フォーミュラのチャレンジが今でもやっぱり心のどっかで、心の中ではフォーミュラに乗りたいとは思ってるんですけど、なかなか年齢的にもメーカー枠にいるわけでもないので、なかなかそういうチャンスがない中で、今回このチャンスくださった方に本当感謝してますし、改めてまたフォーミュラのチャンスが欲しいなってすごく強く思って、何よりやっぱりドライバーの技量が試される、他のレースももちろんドライバーの技量って大事なんですけど、このフォーミュラ3っていう車は特にそこが重要視されるカテゴリーなので、やっぱり自分の速さに磨きをかけるためにもこのレースにはまた参戦したいなと思います。はい、またぜひ次回も期待してます。はい、ぜひまたチャンスがあれば頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。